Hi everyone, my name is Vron. I'm from Russia and now I'm here in this studio and I want to introduce our guest today, Hide-san. And our regular guest is Funakoshi-san. And our special guest here is Ishii-san, English teacher. Hi. はい、ということでありがとうございます。今日はですね、ロシアから、ロム君が、手伝ってくれておりますので、はい、ロム君の、ロシアイングリッシュっていうかな、うん、もう、勉強しながらやっていきたいと思います。はい、で、リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール大阪イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と、ロシアから今日来たロム君がお届けする番組です。ではそれでは今日も最後までよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでこの番組は国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味が持ってもらえたらということで始めさせていただきます。ではでは、船越さん、今日のゲストのご紹介と船越さんの紹介、いつもの名物コーナーよろしくお願いします。コーナーだからいつも緊張してはい、マイクの前でお願いしますね。はい、ハロー、 I'm Takeru Funakoshi. At last it seems to be autumn. The other day I went to the zoo with my family. In the zoo I was very interested in gorilla.Which is close to human. Their movements were the same as human. I enjoyed the zoo. So let's introduce our guest today. I am sorry that I am talking in not good at English in front of him. He is an English specialist.His name is teacher Ishii. はい、Ishii先生、はい、紹介ありがとうございます。いつもね、こうやってね、紹介してくれるんですよ。Ishii先生、今聞きましたけど、はい、英語の先生ということで、はい、どうですか、はい、船越さんの、なんか僕もね、毎回これ初めて聞いて、はい、あれ、動物園に行ってきたんですか動物園に行ってもらったんですか、うん、で、ゴリラがすごく人間みたいで、はい、あの教科が持てた、すごい良かったよっていう感じだったんですね、うんうん、プチ情報プチ情報いつもで、ね、やってくれはるんですよ。もう旬なネタを紹介してくれてるんで、はい、そうです、そうです、旬のネタ、まあまあ、ね、秋といえば動物、遠足動物園多いですもんね、はい、なるほど。あのご家族で行かれたんですか。はい、ちょっと娘と息子、うん、どちらの動物園？京都動物園に。なるほど、はい、市営のね、はい、結構いっぱいですもんね、うん、あそこね、はい、なんかこう、はい、何やったかな、なんかレッサーパンダみたいな、はい、上通るとかありますもんね、はい、うん、動物との距離がすごく近くて触れ合うとこもあったりね、はい、なるほどな、そうですか、はい、はい、ではでは、あの Ishii先生、自己紹介を英語で、はい、はい、Hi, hello everyone. My name is Yusuke Ishii. I'm an English teacher at KEC Foreign Language Institute. I'm interested in baseball and exercising, and sometimes I cook. なるほど。ありがとうございます。So that's me. はい。たまに料理をしてたまに料理をするとね。はい、野球と何が、野球とあのトレーニング、エクササイズとかね、ジョギングとかね、ウェイトトレーとか、そんなのね、よくやってます。なるほど、あのね、ここのね、前の坂、心臓破りの坂っていう、ね、言われてるとこなんですけど、はい、あの私、普段トレーニングしてるおかげか、ざっとしたことなかった。あ、よかったです。うん、船越先生がね、ちょっとね、はい、月1回だけですから、結構きついですよ、僕ら毎日なんで、あのロムなんて裸で走ってますから、うん、裸で走ってるんですか、うん、捕まらないです、大丈夫です、ね、はい、では、ということで、はい、ロムから英語で。はい、質問、ロシア語わかんないですもんね、もちろんね、あ、わかんないです、ロシア語で質問されて僕もわかんないんで、あの英語で質問していただくので、うん、はい、あの英語もしくは日本語、はい、ロシア語でお答えください。ロシア語ちょっと無理ちょっと無理です。はい、わかりました。じゃあロン、プリーズクエスチョンとミスター氏。 I have some questions and I want to ask you, have you ever been outside of Japan?
Yes, I've been to Canada, America, and South Korea. South Korea. Mm. Okay, and what? It's okay. I can translate. はい。今ロムがですね、あの海外どこに行ったことありますか、うん、という石井さんに質問しまして、カナダとアメリカと韓国に行ってこられたというお答えですね。はい。はい。じゃあ next question please. Okay. And next question. What is the most interesting experience have you had in that country? The most interesting experience is teaching English in teaching Japanese in Canada. すごいすごい素晴らしい。なんかあれなんですね。今の質問は、海外で、すごく興味深い経験は何ですかということで。はい。海外で日本語を教えてたと。そうですね。私がカナダ行った時ですね。はい。はい。日本語を教えてまして。はい。まあ、それがねやっぱり今僕がね英語教師をやってる礎になってるんですよね、うんうんうん、なるほど、はい、それはいつの話なんですか。それがね2004年に、はい、僕はワーキングホリデーでカナダ行ってましたので、だから2004年からの2005年にかけてですね、はい、はい、の時です。だから今からもう14年ぐらい前になるでしょうか、うんうんうん、はい、なるほど。ワーホリデー行って、はい、カナダ人に日本語を教えてた、はい、すごいです ね、 ですね。なかなかですね、なかなかワーホリデーそんな経験する人いないですよね。大概、うん、そうですね、大変珍しいかもしれないです ね、 ね、お土産屋の前でバイトするとか、そうとか日本食レストランで ね、 ですよね、アルバイトアルバイトして結局英語使わず日本語ばっかり使って帰ってきちゃうことが、ね、何にも見ましたね。それが、はい、カナダ人に日本語を教えて、はい、ずっと過ごしてたと、はい、そうですね、すごいですね、うん、なかなか面白いですね。なんかワーホリの興味深い話ありますか。もう経験あのね、はい、このね枠に収まりきれるかどうか心配なんですけど、はい、まずね、僕が最初向こうに行って滞在してたのが、はい、ノースバンクーバーっていうね、バンクーバーの北の方ですね、はい、あの海を挟んで北側にあるすごい住みやすいね、あの綺麗な街なんですよ。自然豊かな、船に乗っていくよ、ね、はい、そうですそうです、シーバスっていうね、はいはい、でそこに約1ヶ月ホームステイしてた時のホームステイ先が、はい、フィリピン人のご家庭だったんですよね。ああ、なるほど、カナダあるあるですね。そうです、カナダあるあるですねはい、はい、なるほど、で、最初1ヶ月ホームステイしてて、でそこのホストファミリーのねお父ちゃんお母ちゃんも20年以上カナダにいらっしゃるんですよ。移民して20年以上経つ、移民しても20年以上経つんですけれども、はい、ものすごいフィリピンなまりの英語を喋ってる、はい、I think とかやったら、ああなるほど、そこのねお父さんが車がすごい好きな人で、はい、トヨタの自動車持っててね、トヨタ、まあ、ずっとトヨタの自動車買ってるんですって、はい、で、I think Toyota is number one、はいはい、で私はトヨタの一番だと思います。これをそのお父ちゃんは I think Toyota is number one ですからね。全然わかんないですね、うん、なんじゃこれって最初思いましたね。でね、僕はそれを聞いてね、逆に、あ、英語やってくるんちゃうかと。こんなこんな彼らでもできるんだから自信がついたと。そうなんです、20年住んでてもこの訛り抜けてないから、あ、俺もいけるわと、逆になんか変に自信も落ちましたね。あ、それ、すごく大事なことですね、うん、僕もねカナダ行った時にね、はい、車でねマツダ自動車あるじゃないですか。あ、はい、マツダ、マツダがね、はい、通じなくて、はあ、ずっとマツダマツダ言ってるんですけど、はあ、って全然通じないね、はい、で、いや車のトヨタでもなくホンダでもなく、はい、日産でもない、はい、もう一個のM から始まるとか、はい、めっちゃ言ってるけど全然通じへんね、はい、でやっとの思い出通じて、マツダ、あ、マツダ、マツダちゃう、はい、マツダ、そうですね、全然発音がちゃうって、マツダ、ね、そう、ザッツマツダって、あれちょっと Z ですから ね、びっくりしましたね、日本のブランドよみたいな、もう変わってるやみたいな感じの経験をしたことありますけど、そうですか、ですね、なるほど、ホストファミリーがフィリピン人で、はい、はい、カナダあるあるで、はい、なるほど、そうですね、面白いですね、うん、はい、では次のクエスチョンを。 Okay, the next question is、I think you tried a lot of food in different countries, and the question is, what is the most disgusting, horrible food? Yes. I had disgusting food in Canada. It's a mango flavor tofu and strawberry flavor tofu. really? That was terrible. なるほど。今ね、その海外で、まあ、terrible food、おいしくない。食べ物は何かという質問をやったんですね、はいはい、でそれカナダにそんなあるんですか。あるんですよ。なんとマンゴー味の豆腐とストロベリー味の豆腐、はい、
なんか それどうやって食べるんですか？あのね、僕はその最初あの向こうのスーパーマーケット、あの、まあ、全米で展開しているセーフウェイっていうね、はい、あのスーパーマーケットはバンクーバーにも ねあるんですけれども、はい、でそこであのちょっとね晩飯用に豆腐買いたいなって探したんですよ。そしたらなんかパッケージにあの豆腐って書いてるやつあったんで、あこれやなって思って買ったら、なんかちっちゃくね、なんかねマンゴーの絵とか書いてるんですよ。でマンゴーとかちっちゃく書いてるんですよ。でその横になんか豆腐なんだけども色がちょっと薄いピンク色、はい、で豆腐って書いてるところの下にいちごの絵が書いてるんですね。でそこにストロベリーって書いてるんですよ、はいはい、あ何やろなこれって、それをまず買っちゃったんですね、はいはい、豆腐で買ったんで、はい、で僕豆腐、ね、すごい好きなんですよ、はい、豆腐ね皆さんね、だからお醤油とかね、はい、そのかけて食べる方多いんですけれども、うん、僕はね豆腐は何もかけない、そのまま食べる派なんですよ。プレーンでいくタイプ。そうプレーンでいくタイプなんです豆腐はね。へえ、でそれで、まあ、当然ね味噌汁とかにね入れてるの、はい、僕大好きなんですよ、はい、で僕ねそれをパッケージ開けて、はい、味噌汁用に切ったんですよ。味噌汁に入れちゃったんですか？味噌汁入れちゃったんですよ。マンゴー味と、そうなんですよ。味噌汁のなあの風味とマンゴーとストロベリーが混ざった口の中はもう大変なことになりましたね。すごいですね、全く想像できないですね、うん、甘いのか辛いのかどっちやねんっていう感じかな、うんうん、なんじゃこれ、こんな味覚は初めてだなって思いましたね。日本にも売ってるんですかね、マンゴー豆腐。いや見たことないですね、ストロベリー豆腐とかね、うん、どうなんですかね。でも僕もね、カナダ結構長くいてましたけど、はい、見たことないですね。あそうですか、はあ初めて聞きました、マンゴー豆腐、うん、はい、で次回行くときは試してみてください、ね、ちょっと探してみますね、はい、マンゴー味豆腐どっかにあるのかな、はい、ね、本当にもうどんどん話が出てくるので全然、はい、ネタに尽きないんですけど、はい、時間の関係上ちょっとあら次のコーナーと言いましょうか、はい、メインのコーナーに進みましょう、はい、あ次がメインなんですね、はい、ちょっと出しにいっちゃった、はいはい、ではでは、あっという間に時間は過ぎましたけども、はい、船越さん、お知らせをよろしくお願いします。はい、はいはい、石井先生がしていただきます、お知らせ。はい、お知らせですね、はい、まず KEC 外語学院の方でですね、こちら入ってますが、まず上からいきましょうか。はい、冬季英会話集中特訓というのがですね、あります。はい、こちら日程がですね、12月の23と、こちらですね、29、30、それから1月ですね、来年2019年ですね、はい、こちら1月の6日と13日14日ですね、こちら梅田の方にありますですね、KEC外語学院梅田本校の方で行います。英会話全く初心者の方から、まあ、ある程度力をお持ちの方までですね、お越しいただけます。はい、それで全く初めての方でもね、しっかりと基礎から3日間集中して、ね、しっかりとね、喋るという自信を、ね、持っていただけるようになりますので、いいですね、3日間でネクストステージ、はい、そう3日間でネクストステージ、いいですね、はい、素晴らしい、はい、ぜひぜひぜひ、ね、はい、来年こそはね、何か自分を変えたいとか、はいはい、ちょっと英語をもう一度トライしてみたいとか、うん、いう方 ね、きっかけにね、はい、年末からやっちゃうっていう、はい、ところはいいですよね、はい、まあ、これはあれですね、詳しくはホームページ、はい、詳しくは KEC 外語学院のホームページ、はい、をご覧ください、KEC、と検索していただいたらという、はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、で続きまして、はい、続きましてここの下に大きく出ています、11月23日の祝日勤労感謝の日にですね、KEC グループ、主催のワクワク学びフェスタというのが開催されます、はいはい、こちらですね、大阪の梅田にありますですね、西梅田の方にあります小学館ビルですね、KEC 教育グループが入っているビルなんですけれども、そちらで、朝10時から17時までですね、これはさまざまなですね、学びの体験型イベントというのを開催いたします。で KEC 外語学院ではですね、去年もやったんですけれども、はい、Yes we canイングリッシュタウン、Yes we can、 どっかで聞いたことありますね、はい、イングリッシュタウン経験、まあ、これはね、なんか、飛行機の、まあ、イミグレーションの、ね、シチュエーションで、まあ、英語使ったりだとかですね、あ、なるほど、はい、入国する、ね、そう、入国の審査、ね、そうですね、皆さん海外行くとき、ね、とかね、絶対必要ですので、はい、まあ、これは
大人からお子さんまで楽しんでいただけるものですので、なるほど、まず最初はね、あの英会話のベーシックの練習をやりますので、はいはい、まずそこから、次は、例えば飛行機の、ね、中での、ね、いろんな注文の仕方であったりだとか、はい、それから、イミグレーション、ね、そんな会話を、皆さん楽しんでいただけますので、はいはい、ぜひ、はい、こちらご参加いただければと思います、はい、去年に引き続き、はい、かなりパワーアップしてるとお伺いしてます。そうですね。はい、あとそれからの英検必必勝講座というのもね、今年初めて開催します。あ、そうなんですか。あの英検をね、次こそはね、はい、あの目標の9をね合格したいという方はね、うんうんうん、その必勝法をあのケイシー学院と、まあ、ケイシー近畿予備校のですね、はい、専門の英語講師が詳しく解説しますので、はい、はい、ぜひそちらもね、あの聞きに来ていただければと思います。わかりました。これ、はい、あれなんですね、ちょっと予約しといてもらった方がいいんですよね。そうですね、18日は、はい、なんかネットからホームページから予約ができるみたいなので、はい、していただければということです。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではでは、ロン、最後 you can finish this show。 yeah 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 okay, so maybe more questions or just it's okay、finish? yeah okay. just finish okay, so thank you so much for watching, for listening, it was really interesting andI hope you come join and more people will listen to the show next time. So yeah, yeah, yeah. Thank you so much. ありがとうございました。 Yeah, thank you. Bye-bye. Bye-bye. ありがとうございます。